ウォーミングアップ。はい、ウォーミングアップ。ウォーミングアップラウンドするわけじゃないのに。森先生は練習です。ビュンビュン丸って名前つけとこう。隠れすぎるよね。だいぶですよ。だいぶ。いやそう。練習久しぶり？はい。練習は久々。お盆でやりました、ね。最近なんかちょこちょこね練習してるもん。はい。こっちは離れていいよ。そう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 、そのぐらい。オッケー。こうなって。そう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 。このままこうやってると全然閉じてくる。こうなった状態、このままこうやって戻ってきたら全然閉じてる。左に行きやすくなって、ちょっと靴の最初に。左手の手首の、左手の効果。はい。これ手首は、こっちに折る。そう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 、こっちに折っといて、こっちに。そう。そう。そっちそっち、そう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 。うん、こっち。そう、ナイス。綺麗に当たりたい。オッケー。左手の手首はこっちじゃないよ。こっちね。はい。これはこっちに折っちゃうとちょっとリリース速度速くなりやすくなる、はい、早くこう閉じたままこうやって戻してこいとかっていう人もいるけど、でも難しいから絶対こっち、このままこうやって来た方がリリースが速くならずにため作ったまま来れるから今みたいにボール上がってくる。へえ。その左手首だけちょっと気をつけた方がいいです。もともとほら結構右に行ってたから。そうですよね。それ嫌がってたと思うんですけど、確かになんかこう右にこう入ってきてで、いいよいいよいいよ、オッケーオッケーオッケー。そう、ナイス。いいじゃない。あ、火かかってきた。あ、最高。火かかってきたよ。いいですね。クラブ熱くなっちゃうから閉まっちゃう。え、ダメなんですか、クラブ。いや、ダメってわけじゃないけど、なんか熱くなってなんか悪くなりそうじゃない？なりそう。それが嫌だなみたいな。ロックスが沈むように。本当だよ、暗くて。本当ね、みんな気をつけてほしい。本当トランクにさ、クロックス入れといたらさ、死ねないんだよ。それがね、お店の人に言えなかったよ、なんか。悪くないもんだって。そう、俺上がんない？上がります。そういうこと。すごい。うまいじゃん、ナイス。いいよいいよ。いいじゃん、ナイス。終わりました。ということで、ほのぼの練習以上になります。じゃあこれからコース行くんで。はい。頑張っていこう。頑張りましょう。頑張っていこう。気づかない。だらけずに。こんにちは、みゆです。こんにちは、森です。さあカメラマン入れ替わりまして、はい、午後の9ホールラウンドに移りたいと思います。思います。よろしくお願いします。お願いします。とりあえず気をつけることとしては、はい、まあ、さっきちょっと緩く練習させてもらった時、ショットの方は左の手首、はい、内側にこうそ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 う、そこかな。あとは前回、まあ、前にレッスンしたその50、60、70、80か、はい、それじゃあ9番とピッチングでそれぞれハーフショットとフリショット、あ、ごめんなさい、そうですね、短く握るのと普通に握るのと、そうです、分けたと思うんで、ちょっとそこを意識してもらうことと、グリーン前のアプローチに関しては落とし場所をしっかりと決めてから打つ、はい、パターは握り方、テンポっていうところをちょっと意識しながらやっていきましょう。はいはい、お願いします。お願いします。では頑張るぞ。今日はアウトコースなんで、はい、こちらは
パー4。320ぐらい。よし。まずは、見てください、カンザッシー。カンザッシー使ってくれてます。お願いします。お願いします。ドライバーはちょっと距離を取って。ナイスナイスショーナイスでーす。今回コース的にはグリーンの手前に左手前にバンカーがありますが、バンカー150ヤードなんで、まだまだウッドで気にせずに行きます。残り176ヤード左手前バンカーの手前縁まで150。そうでした。 OK です。まあ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 、いいでしょいいでしょ。オッケー。はい、サードショット。はい。ピンまで。そうです。ピンまで120で、手前のバンカーが93だったんですよ。この場合、こうピン狙うというよりかはバンカーに入る方が怖いから。右。そうですね。93届かないやつとかにしようかな。打ち上げ。から100以上打たないとこのバンカーには入らない。なるほど。7番 100くらいですかな。大丈夫です。そう、まあ、長いクラブ持っちゃってもういいんじゃない。フェアウェイだし。確かに打ち上げだし、で右に飛んでいきやすいわけだから。じゃあユーティリティにします。そうそうそう。左上がりは左行きやすいけど、そんなに意識しなくていいよ。そんなに強い傾斜じゃないから。はい。待って、なになになに。いいじゃん。もうすごいバンカーの方行ったから怖かった。ちょっと頭上がるの早かったよ。頭が上がるの早かった。だからトップしちゃう。そう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 。なるほど。8時、残りピンまで50です。うまい。ナイス。うまい。方向的にはオッケーでしたね。ナイスです。ちょっと大きかったんだよね。本当ですね。転がってましたね。やっぱりこれ朝やったハンドレートのアプローチやってあげると、多少ちょっと大きくてもランが出にくくなるから。はい。スワップボールですね。そう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 。そう、アプローチの時は見た方がいいですね。うん。落とし場所をしっかり決めてから打つ。ヘッジ手前ぐらいにしましょう。はい。ぐらいの時間で、なんだ、パッパッパって決めていかないと遅くなっちゃうから。そう、ナイス。うまーい。ナイス。素晴らしい。いいのいいの。あれがハンドレット次第で打っちゃったら、もしかしたら奥まで行っちゃってたかもしれないねって。ナイス。素晴らしい。ありがとうございます。スコアいくつだ。7ですね。7。はい、はい、ピンまで71です。71。すいません。いいよ。9番を短く握ってフルショット。オッケー。が70です。ちょうどいいね。70ヤード。はい。この間練習したやつ。そうですね。この間ちょっとコースで。そうで、見ちゃえばこれね、ピン狙っていっちゃうと左手前にバンカーって入っちゃう可能性あるから、グリーンの真ん中狙ってって。はい。うまい。ナイス。ナイスオン。素晴らしい。グリーン奥止まってます。はい、ナイスオンでした。ありがとうございます。ここはぜひとも、この間70とか50とか この番手でこれだけ振ればとか狙ってができたんで、いいですね。自信持って打ってました。打てます。いやー、ちょっと長いけど、それじゃ絶対届かないよ。
距離感合わせるときはそのカップ見ながらそこにボール投げるイメージでちょっと距離感取っていきます。そうさあ、うん、いけいけ、惜しい。惜しい。うん、ナイスです。4つだね。4打です。はい、パー取りたかったですね。パッターね、素振りに比べるとちょっと打つ瞬間に緩んじゃう感じに見えるから、自信持ってちょっと打っていきましょう。はい、さっきの最後のやつで思いました。やっぱり、はい、あ、緩んでるってもしかして言われるかもしれない。言われましたね。久々、埼玉ゴルフクラブ。はい。回ってみて、ね、どう？いや、スタッフさんが素敵です。スタッフさん、いや、めちゃくちゃ笑顔でいつも対応してくださるから、フロントの方とか、なんか確かにすごい優しいです、ここの方、皆さんすごい親切な、はい、対応してくれるよね。はい、優しい。その表のはどちらで？こちらは先ほど購入いたしました。なんか夏ゴルフ思ったんですけど、今シーズン全然してなくて、夏対策グッズを今日全て忘れたんですよね。もうクラブと私しかいなくて。真っ白だもんね。羨ましいぐらい白いもん。練習はしてます。練習はする。あ、なら OK です。先ほどなので買いました。いいです、これ大きくて。ありがたいよね、そういうの置いてるのね。あ、本当にありがたいです。ちょうど前が空いたんで、じゃ準備していきましょう。はい、うわー、ちょっと落ちてこい、落ちてこい、頑張れ。ちょっと計算途中かな。はい、惜しい惜しい。の方に行ってしまいました、この夏。惜しい惜しい。まず打ちやすいとこに持ってってあげてください。はい、持ってきたのがウッドと7番。7番、じゃあ7番でいきましょう。やっぱ7番。こんな傾斜でウッド持ちません。絶対無理です。なんなら9番とかピッチングでもよかったぐらいの話よ。このここまで傾斜あると、うん、うわー、そうなんだ。ウッド7番ですよ。そうですよね、そうですよね。そう、これはさすがに前傾斜のレッスンした時言った気がするんだけどな。確かに、いかがそう。左手首気をつけて。そう、そう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 。いきます。これね、左飛びやすいからもうちょい右向いてあげよう。そう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 、うん、OK。 出た。ナイスナイスです。そしたらウッドですね。うん。よし。そう、持つ位置なんだけど、ほら、ロゴよりも下握らないようにとか、ほら、親指かぶらないようにって話しなかったっけ、前。しました。それ。もう柄の方まで持ってます。そうそう、ボール届かなくなっちゃうから、そう。それでちょっと短く握ってるぐらいだからね、一応。はい。そう。そんなもんです。そう、オッケー、ナイス、オッケーです。ありがとうございます。反省点は、振り切れなかったところ、体重がちょっと右に残っちゃったのね。はい、せっかくフェアウェイに出たのに、ヒットがうまくいかなかったです。よし、次反省生かしていきましょう。はい、ピンまでいくつですか？ピンまで119ヤード。120、はい。で、手前にバンカーがあるのが、両方とも手前で93、99ヤードとかな。なんか60、60とか、そういうのでもいい。あ、それも全然大丈夫。うん。ですよね。だって怖いもんな、バンカーに入る方が。それでいこう。はい、そうします。なんかカンペしてるんだけど。
60はピッチングのフルショット。覚えてくださいね皆さん、それ、覚えられるかな。ピッチングのフルショットで60。はい、全然届かなくてもいいんで、方向だけはしっかり。うん、おー、なんとか。ナイス、ナイスです。うわ、これ何やろ、何ですか。これは30、あ、ちょうど60ぐらい。え、またまた、うん、ピンまでね。でもだから本当は50がいい、打つなら。ってことはピッチングをちょっと短く握って、うん、フルショット。そうそうそう、左手の小指からグリップエンド。そうそうそう、だったよね。はい、そう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 、そのぐらいだよ。はい、うまい。うわ、よく当たりすぎちゃったね。綺麗に当たっちゃいましたね。うん、ではナイス。だけ。はい。ありがとう。そうね、ちょっとふわっとしてあげた方が転がりにくい。そう。なんか怖い。うまい。うまい。ナイスー、上手。やったー、これはうまくいきましたね。平和うまい、うん、惜しい、うん、オッケー。いや、悔しい。 9? はい、OK。 いやー、やだな、こういうのが嫌なんだよな。途中のセカンドもったいなかったね。その、あの、握る位置気をつけてね。ちょっと短く握りすぎてボール届いてないんだけど。わかりました。あそこまで短く握るんだったらもっと左に体重乗せていかないといけないよってことね。さっきの振り切ってとか右足上げてっていうのは、はい、でちょっと長く持てば自然となるから、ちょっとそこだけ気をつけて。はい、はい。